リの2019年の年スタ <laughs> 広いねちょっとこうどうですか気になってるとこ,ろちょっとこのサンドセーブとフェアウェイキープ率です、はい、ドライバーの話がすごくね、はい、量は出てたけどまあそのフェアウェイキープ率ってこれフェアウェイキープ率66位って今までの中でもうかななりい,い方なんですね、うん、あじゃあこれもうと星つけてみきましょうかはい <laughs> 自分の中ではフェアウェイキープがもうこっちに出ててもいいぐらい一番良かったんですけど、うん、なるほど、はい 要はだから変なし、打てなければ打てるところでやるならオッケーぐらいの気持ちはあるのドライバーは。そうですそうです。そうだよね。はい、うん、そういう捉え方も、ね、もちろんアイアンもアプローチも上手いからだと思うんだけど。はい、これフェアウェイキープ率じゃなくてゴルフ場キープ率にする、うん。それにしたいね。ゴルフ場の中にやる。なるほど。はい、区域ない。はい、区域ないキープ率ですね。<laughs> <laughs> サンドセーブは今年本当にバンカーの調子がこれだとあのライが悪い率が多かったとかピンヤショートサイド狙いすぎたとかっていうことで本当ではないですねどういうミスが起こるその良くないっていうのは腰がこう良くなかった時にあのバンカーバンカーってなんかすごい嫌じゃないですかふわふわしててクラウンズであの初日の十一番で三回出なかったんですよああったねはいって思って日本シリーズからちょっとその良くなったところがあって で最後、日本シリーズの2ホール目、二ホール目か、バンカー入って、多分すごく難しかったんですけど、今年で一番いいバンカーが、日本シリーズでやっと打てたんで、この平均パット3位なんですけど、やっぱりパーオン率をこう高めた状態で、平均パットが3位にいたら、バーディ率はもっとダントツで1位になるでしょうし。 量っていうの、このパーオン率三十三位っていうのは、自分でどうなの?。なんかもっと上にいるような、ショットのクオリティ的に。うん、やっぱりでも、ショートサイドに外すことも多いです。ああ、狙いすぎてね。はい。これはじゃ、あ今後の石川遼のゴルフスタイルにおいて、それは攻め続けるの?。やっぱり。一歩引くというか。うん、その日本シーズンの十四番、アイアンで打ったように、グリーンの。広いサイドに打っていくってことも、今後は視野的に考えられることなの?。広いサイドに。狙うとしても、二メートルですね。うんうん、なるほど。 はい、ショートサイドがまあ右がじゃあ4ヤードです、うん、って言われた時にじゃあ右絶対にだめですよ、うん、って言った時にピンの左5メートルとか4メートルまで左は僕は狙わないんです2ルまでっていう感じですかねやっぱりクオリティ高いで、ね、<laughs> いやいやいや自分の中でんかそこはこうちょっと譲れないっていうか,うかやっぱタイガーとか見てると狙ったようにもう打てるのに広いサイド打つじゃないですか。 ゲームにってんだね。僕も ZOZO の生で見られることがあって13ホールだけ生で見てきたんだけどうまく全部操ってるドライバーにしたも9番のパー4あれ亮は左の上にまっすぐで打つドローで打つ左ドックで左にあんだけ高い木があるからどうやって打つのかなと思ったら左の端の上からスライスで打ってくのよへえドローじゃないってなんでスライスで打てんのかなって思ったりとか ゲームの作り方はしっかりですごいなと思って、うん、しかも最初なんかボギーパーボギーかなんか初日出たんですよ。ボギーひどかった、うん、3連続ボギーだ池入れて、うん、その次チーピンして、うん、その次なんかしてそう3連続ボギーだとやばいなっていういあのやめちゃうんじゃないかと思った、うんまあ、きっかけの1だとか何か<あ><あ>あこのショット打てれば大丈夫だっていうのがのあるじゃないプロって、はい、多,分多分僕の感覚1人のティーショットじゃないかなと思うので、ね、でもやっぱそこから。 流れがやっぱそこかンバーディーじゃないですか、うん、引きずらない感じっていうかやっぱりボギ,ーボギーボギーボギーで出てっていうのはかなり選手にとっては痛いじゃ済まもうそのスタート地点にまた戻れるっていうのはじゃあタイガー・ウッズみたいに変なメ 10m まで完全なところにそこにそこに狙って乗せに行くじゃない、はい、10m に、はい、そういうゴルフをしてみてきは今後 出出るるとと思う今 2m いますタイガーの 10m 左に打つのもちょっとやりすぎじゃないっていう時もあるんです見た目あるんですけどそれがんかそのタイガーがもう堂々と納得した顔で残りベイヒルでアンドード・パーマ勝った時も残り60ヤードからピンの左 15m に乗せた時に右に池があったんですけどその時にもうみんなもうざわ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 して笑ってたりとか。 そこまで逃げるっていう実況とか解説とかもあったんですけどなんかやっぱそれをタイガーがもうその伝説というか一つのドラマにしちゃう語り継がれる「タイガーこっからあそこに打ったんだよそんだけ勝ちたいんだ」とかそういうふうにそのストーリー付けされるのがやっぱスターだと思っててでなんかこう自分もなんか知らないところであの勝手にフェアウェイにプレートがこう埋まってたから「こっから乗りました」とか逆に。 石川選手ここから3球帯打ちましたとか、うん、あっても面白いなと思うしな、ねうん、なんかそういういろんなゴルフの部分を切り取って話題にしてくれる存在になれればありだろうなってそういう攻めもこれが石川亮だよっていうその勝ちに対しての執念というかきっとそのタイガーの頭の中に入るとそのどう見られるかっていうよりも。 その自分がそのどう見せるかみたいな泥臭さ,さでもかっこよく見せてしまうっていうそのやっぱ自分のスタイルやっぱタイガーのパターンの練習とか見ててもやっぱ2メートルかから3球続けて外す時とかもあるんですねでもそのなんか入っても入んなくても別に練習だから関係ないしみたいな堂々としてる感じとかもすごいこう見えるしやっぱそれをなんかこう。 全てを含めてどう見せるかっていうのが他の人がどうやってるとか関係ないっていう自分の行くところには道はないけどっていう感じですよね自分の後ろに初めて道ができるっていう感覚がやっぱあるなってだからなってるんですよ僕らの世代ってなんかそういうガッツポーズとかもそうだしその勝ち方とかもそうだし。 入れたらもう勝ちっていう 5m のパットでパンっていってカップに入る前から入るのを確信して帽子取るじゃないですかああいうのとかもやっぱ誰もやってないことなんですけどその下手に変にガッツポーズするよりも相手に敬意をまず示すみたいなところから、ねね、あれもなんかもうかっこよすぎて憎いんですけど。 であの3ツアーズのチップに強烈なガッツポーズを見,あの見せつけてやってなかったなんんででこういういの入るんですかって聞かれましたけど僕自分でも分かんないんですけど、うん、でもそのあのアプローチをやっぱ一つ打つ前にあのガッツポーズまでパッて一瞬で想像しちゃうんですよね最高にいいイメージを作りきってから打つってことだよねそうですねそういういこと入れ特に入れた時はね、はい、だからなんかその入れるっていうことが、うんうん ゴールじゃなくて、うんうん、入れてこういうガッツポーズするっていうのがゴールみたいな。な入れるのはもう通過点っていう感覚 <laughs> なるほど。なるほど。あそれなんかタイガーもうそうなんじゃないかって思っちゃうんですよね。ねなねはい、入ることが通過点でとかって言ってる時点で、ちょっと舐め腐ってる部分もあると思うんですけど、うん、<laughs> その僕本当に今よりひどいですけど、うんうん、小中学校一年生の時に全国大会出てて、うんうんうん 最終ホーールでで僕2打リードしてたんですね、うん、で中学校3年生の先輩がこう2打ビハインドで最終ホールにいてで僕はもう先輩もも2オンしたんですけど、うん、遠いバーディーパットでうん、うん、僕は手前の花道でなんてことないアプローチでもう寄せ,寄せれば勝ちなんですけどピンに思いっきり当てて入れるかもう読んなくても次入れて長いパット入れて ガッツポーズしたたいっって思ったんですよで。とにかく強く打とうと思ってバンって打って、うん、4メートルぐらいダーンってオーバーして、うん、よしあれ入れてガッツポーズしようって思ってそれ入れて優勝し,したっていことが嫌な,なタイプだったね結構嫌なタイプだったんだねあのもっと相手苦しむよね。<laughs> 今だったら絶対そんなことないですけど、うん、もうガチガチになってアプローチもしないでパターで寄せる状況だと思うんですけど、うんうん、当時はなんかそれぐらいゴルフをこう楽しむっていうかそうなんだね、はい なめてたなぁと思いますけどまあなめてるというかなめてたね、はい、<laughs> 俺とリが優勝争いしたそのマイナビの ABC の18番、はい、僕右の林落とし、はい、書き出してあの時2打差 2>、はい、リョウが左のバンカーの先のラフだった、はい、前下がりのあそこを2打差で勝ってんのになんでピンに狙ってくんだなと、はいはい 今あそこに同じ場面で石川遼が行ってでも狙った多分狙ってないと思う。じゃあ俺もそのさっき言った4メートオーバーして入れてカッツポーズっていう対象だったのかな。いやあの7番ヤンで打ったら奥に奥のバンカーはこれは危ないっていう頭があって8番で打ったらギリギリグリーン乗るか芝のとこに落ちて戻って池に入る。で、もうそこまで見えてたね。見えた見えちゃってて。 ウォーターショットしたいと思ってなかったんですけどでも打てるよねと最悪ほ本当にそうなっちゃった最初から打ってもいいですよっていう状態じゃないですかそうだよねだからあれがんか僕はあのコースの名物ですけど正直面白くないんじゃないかなもうそこを言ってくれあそこはね相当ねカットするか分かんないあそこは相当今ゴルフ場自体も悩んでるんだってあそうなんですか あの本当に明暗がはっきり出るから、はい、ただあそこで石狩猟があれやったっていういわゆるその名物というか、うん、っていうことだから残した方がいいかっていうことでいろいろ悩んでるみたいなそ,、ね、そ,そうですよね。うん、僕もそう思ってて、うん、あのウォーターショットが、うん、あの池にもう絶対入っちゃって絶望的って思ったら、うん、たまたま打てそうなとこにあったっていう形だったらすごく面白かったなと思うんですけど。 やっぱ自分の中であの池は OK だからって思っちゃっているとやっぱあの池の役割がちょっとこうもったい今年も買って2020年は勝ったかもしれない砂の量をちょっと減らすか水を高めるかねはいっていうことだよね。したらなんかその調整は難しいと思いますけどやっぱこうバンカーっていう感覚でで打てるっててこと打ちゃうのでそのおかげで今の僕がいるっていうのもあるんですけど本当に 中川さんに、深堀さんには本当申し訳なかった、今でも謝られるけど、<laughs> 本当にでもありがとうって言われて、いやいや、もう最高でしたよらって、<laughs> ってすみません、余談で。今年の漢字、謎って言ってましたけど、謎だと思うんですよ、ね、うん、女子ツアーの選手の入場の時は、やっぱり <laughs> 華やかだなっていう、個人レベルの PR 方法がすごく上手だなって、いろんなキャラの選手が、男子もいるんです、ね、キャラを PR していくか。うん